どん兵衛食べないあの人にとにかく一口食べさせたい。どんぎつね。どん兵衛食べてください。ずっと前から思ってました。食べてください。お気持ちはありがたくいただきます。え、あ、食べるって意味じゃないよ、今お腹いっぱいなの。一口だけでも。そのうちね。ふっくらもサクサクも日清のどん兵衛。売り上げナンバーワンなのに。またおいで。吉高さん入られます。お願いします。はい、テスト。お願いします。よい。スタート。どん兵衛、食べてください。誰だっけ？どんぎつねです。ずっと前から思ってました。食べてください。どん兵衛、食べてください。誰だっけ？どんぎつねです。よい。スタート。お気持ちは。食べるって意味じゃないよ。って言われても。売り上げナンバーワンなのに。数字が全てじゃないの。よー、スタート。売り上げナンバーワンなのに。数字が全てじゃないの。よーい、スタート。今回こう新しく登場するこれが私のお部屋となっているのですが、なんか青がこんなにあるお部屋が初めてでおしゃれで、おしゃれだけどちゃんと生活感もあって素敵なセットを作っていただきました。憧れる暮らしですね。ねえ、いい感じで、この後の展開も楽しみになるようなお部屋になってます。そうですね、僕はまあどんぎつね役としてこう今まで見てきたもの、あのどんぎつねになれたっていうのもありますし、あとその耳と尻尾がついてるので自分の尺感が分かんないんですよね。難しいんですよね。思ってたよりその横幅と耳があったり自分の一部ぐらいに馴染んでいったらいいなと思ってます。そう、本当になんか表情だけじゃなくてここも表情になってるんだなって。あとちゃんと動くんで、気になって気になって見ちゃって追いかけちゃってっていう初めてこう顔以外にこう動くところを見てしまうっていう経験が新鮮でしたね。見どころはまあそうですね、私はこうあのどん兵衛を食べてほしいってすごいこう勧められるんですけど、一向に食べない感じになってそのやり取りが今後こう食べるのか食べないのかっていうやり取りがどうなっていくのか見届けてほしいなと思います。意地悪な感じに意地悪に映ってなきゃいいけどと思って、映ってたら監督のせいだなっていう感じです。大人な感じにこうねちょっとあしらわれ、そうできてた。はい、すごい素敵でした。え、私狐どっちみたいな気持ちはまずあったりとか嬉しかった気持ちももちろんそうですけど、改めてどの味が一番好きなのかなってマネージャーさんと一緒に日々こう食べていろんな種類食べたりとかして比べながらこの日を楽しみにしてました。いや僕も全く一緒で、うん、最初どっちだろうと思いました。本当？そう、絶対キツネでしょ。いやこれおかしい、どっちなのかなと思って私がキツネで出てきたら化けたしか思われないじゃんいやそのどん兵衛っていうお話だけ聞いた時は自分どあれ
キツネの方かなとかは思全く同じこと思って、そしたらドンギツネっていうことで、すごい嬉しかったですし、やっぱまあどん兵衛自体も本当に小さい頃からまあ親が好きで食べてたりもありましたし、だからそうやって昔から慣れ親しんでた商品の CM に自分がしかもドンギツネで、ね、すごい嬉しかったです。みんなにかじられてください。かじられます。おあげ。いやそうなんですよ、本当にあ初めてかと思うくらい話しやすかった、うん、あ本当ですか、うん、ありがとうございます。そうだしなんか演技もこうなんだろう、可愛さの振り幅っていうのがちゃんともう引き出しを持ってる方で、いやいやいや、あこれは年上の女性転がされちゃうんじゃないかと思ってます。はい、いやだからあのまさに今回のね、うん、あの CM、 そうそうそう、いかにドンギツネが吉高さん演じる女性にこう、そういや可愛がられるキャラクターになってるんじゃないかなと思って、うん、楽しみ、反応が皆さんの、それを出せてたのはすごく嬉しいです、うん、はい、羨ましい立ち位置になってるんじゃないかなって思いました。そうですね。お姉さん。でもなんだろう、うん、本当に何パターンかそのちょっとこうあしらわれ方みたいなのやったじゃないですか、うんうんうん、あった。ちょっとこう意地悪めなのが多いのと、うん、すごく優しくこうちょっとあしらってくれるのと、うんうん、すごくそのなんか幅にも僕はドキドキしながら、はい、撮影してました。めげずに食べてくれって、はいはい、僕はもうその一心で、はい、あめちゃめちゃ可愛いと思って、なんかこう立って棚に帰ってくところとかすごい上目遣いの可愛いなってこのアングルからみんな見せてあげたいなと思うようなちょっと上から、うん、感じで見てて、はい、ありがとうございます。どん兵衛を食べながら今後のシリーズもご期待ください。そしてこれから私たちがどんな物語が展開されていくのか私たちも楽しみにしてますので、はい、お楽しみに、お楽しみに、はい。そうですね、あの CM では僕はもうドンギツネとして吉高さんにどん兵衛を食べてもらうっていう大きな任務があるので、それをこう遂行していきたいなと思いますし、どうしようかな、食べてくださいよ。そういうやり取りを今後とも続くと思うので、はいはい、ぜひぜひ行く末を見守ってもらって、はい、